回目の戦だ。時は戦国、いずことも知れぬ山奥の古道にその者たちの姿はあった。竜の右目片倉小十郎率いる敗走の伊達軍である。天下への志を胸にようようと南下を試みたもの、魔王亡き後に猛威を振るう豊臣の手のひらはあまりにも厚く、小田原北にてあえなく玉砕。肩を寄せ合い必死に落ち延びる様は、皮肉なことにこの豊臣波動の世においていかにも普遍的な情景でしかなかった。先は風しも人も通わぬ暴れ道、身を隠すにはこの上ねえ。政宗様、今しばらく忍ばれよ。この峠を抜けるまで。過疎消し流走。気配がぬめっていやがる。嫌な山道だ。いや、よどんでいるのは俺の心か。ウサギよ、フクロウよ、俺たちの息を知らせてくれるなよ。Yeah!
爪に刻んだ男の顔はこれで二人目だ。政宗様が再び不覚を召されし時は俺が策の老しがいもない。そうてめえは言ったのだろうな、タケルか。怒りを抑えろ。さもなくば政宗様が死ぬ。我らに名前はない、我らに懺悔はない、故にお前にも何もない。そうか、違うか。やればわかる。時はあるのだ、日はすでに落ちている。てめえらがここにいるということはどこかで見た顔だな。つくづく縁がある。互いに好ましくはないだろう。てめえらを切り政宗様の無難を得る。正当はそれだけだ。惑わされはしねえ。本当にそうか。それが正解か。まあ我らにはどうでも。俺が立つ理由てめえらには分からねえだろう。それはてめえらに欠けたものだからだ。あるいは元からなかった。そう、奥に待つあの男と同じだ。再び負ければ潰される。三度負ければ嘲笑え。それが戦だ。騒ぐな、こぬれよ。俺の席など分かっている。過ちは二度と犯さねえ。
やはり嫌がったか、松永久秀。ごきげんよう、竜の右目。小田原への押し入りか、それとも追いはぎか。どちらでも構いはしねえ。今はてめえに関わってなどいられねえ。ケイトは随分久しいが、正直驚いたよ。ケイのそのような瞳を見ることになろうとはな。何？そう、おののき不安に揺れる古竜の目だ。てめえ！あの真夏はいいな。映画の小田原、その壁をも砕く平、人の根元に眠るものもまたえぐり出されてゆくのだろう。まあ気がするだけだ。まずは目の前のものを改めるべきだろうな。なあ、竜の刀。ケイのありかは眠りし竜のもとではないはずだ。その問答、第七の刃として答えてやる。てめえの邪気に染まる爪などありはしねえ。なぜ刀を差し出して命乞いをしない。主の身のためならば、それは捨てるべきものだ。てめえと語ると俺の中から何かが消える。頭を垂れず逃げも隠れもできぬまま。知らなかった。罪を重ねるのが趣向とは。てめえという男は。ケイが切り捨てたいのは己自身だ。そうだろう。ケイは勝負を知っている。しかし戦には無知だったらしい。てめえの戯言に利を感じる日が来るとはな。腹心の過ちにより主失いし名刀。ケイの命を用いるにしては少々つまらないな。いや、先だっても一つ取り損ねたばかりでね。なる光よ、あまた。今は人間の爪を賜る気分ではないな。その爪には違う逸話を期待しておくよ。遥かなる高み、この右目に映す光景はそれじゃねえ。俺にはまだ見定めるべきものがある。